HMS バウンティは、イギリス海軍の武装輸送船。1789年、タヒチ島でパンの木を採取して、西インド諸島に向かう途中、船を指揮していたウィリアム・ブライニック。事件を題材にした映画の影響などで、戦艦バウンティ号と呼ばれることがあるが、この故障は適切ではない。もともとは、石炭運搬船、ベジアとして、1784年に、 ヨークシャー州キングストンアポンハルのブレーデス造船所で建造された。1787年5月23日、イギリス海軍はベシャを1950ポンドで購入し、バウンティと改名した。バウンティは排水量215トンという小型船ながら、3本のマストを持つ前奏帆船であった。パンの機採取の航海に備えた改造により、4本の4ポンド砲と10本の 旋回法が取り付けられた。バウンティは HMS バウンティともマブバウンティとも書かれるが、当時はどちらの呼び方もされたことはなかった。国王陛下の船の省略形、HMS は1790年代になってから一般的に用いられるようになったものであり。 さらにそれがその頭文字のみの HMS に変化したのは20世紀になってからである。バウンティはシップ型の搬送を備えており、一般にはシップと呼ばれたが、海軍の軍艦の等級の中には位置づけられていなかったため、海軍の用語としては軍艦には含まれなかった。軍艦、パンドラによって連れ戻された10人の乗組員の軍法会議の記録では、軍艦、バウンティという言葉と、 武装船バウンティという言葉が3回ずつ使われており、また他に2回、武装船ザバウンティが現れる。1787年の改装工事の図面には、武装輸送船バウンティと書かれている。パンの木を入れた鉢を収容する部分と方法を示す。武装輸送船バウンティの改装計画図イギリス海軍がベシアを購入した、目的は多七島のパンの木を、 西インド諸島に輸送する実験公開に使用するためだった。移植したパンの木が無事に生育すれば、現地の奴隷や入植者たちの安価な食料源となることが期待されていた。この計画を提案した植物学者ジョゼフ・バンクスは、遠征隊の指揮官に1776年から1780年にかけて行われたジェームズ・クックの3回目と最後の探検公開に、 レゾリューション号の航海長として参加した、ウィリアム・ブライ会議を推薦した1787年6月、バウンティは航海に備えて、デッドフォードで改装された。船長室はパンの木の苗木を収容できるよう改造され、上甲板には光を取り入れるための格子窓が取り付けられた。8月16日、33歳のブライが正式に船の指揮官に任命された。 船の乗組員は彼を含めて46名だった。1787年12月23日、バウンティはスピットヘッドからタヒチに向けて出港した。南米法音岬周辺から精神を試みたが、悪天候に阻まれ丸1ヶ月間足止めされた。ブライは東への転身を選択し、船はアフリカ南端を回りインド洋を横断した。航海中。 ブライは公会長のジョン・フライヤーを降格させ、フレッチャー・クリスチャンと交代させた。このことで、ブライとフライヤーの関係には、亀裂が生じ、フライヤーは後に、ブライの人事は、個人的な理由から行われたものだと主張した。1788年10月26日、バウンティは10ヶ月の公開の末、タヒチに到着した。一行は、タヒチで5ヶ月間を過ごし、その間に、 西インド諸島に運ぶ線15株のパンの木採集し、鉢植えにした。ブライはパンの木の世話をさせるため、乗組員が陸上で生活することを許可し、彼らはタヒチの習慣や文化に親しむようになった。彼らは体にタヒチ風の入れ墨を入れ、公会長代理のクリスチャンは、現地の女性、毎日と結婚するに至った。 彼以外の乗組員の中にも現地の女性と関係を持つ者が多くいたと言われている。1789年4月4日、バウンティはパンの木を積み込んでタヒチを出港した。詳細は、バウンティ号の反乱を参照、ブライカイイト施設の一部をバウンティから追放する反乱者たち、ロバート・ドット、1790年1789年4月28日。 タヒチの西約1300回りの地点を航行中のバウンティ船内でクリスチャンを首謀者とする反乱が発生した。反乱者と乗組員の間では強い言葉のやりとりや脅迫が交わされたが、ブライ以外の乗組員はほとんど抵抗せず、船は無欠で奪取された。反乱者たちは、ブライと彼に従った船員たちをカッターボートに乗せて追放した。 船を追われたブライと部下たちは物資を求めて、ボートで十海回離,離れたトフアへ向かったが、現地住民の襲撃を受けて一名が殺され、さらなる逃亡を余儀なくされた。ブライたちは、その後、トフアから千五百海回離,離れた、オランダ人居留地のクパンを目指して、航海を続けた。四十七日後、一行は、トフアで殺された一名以外の死者を出すことなくパンに、上陸を果たした。 彼らの多くは、その後、無事に、イギリスに帰国を果たしている。一方、反乱者たちは、つぶあい島に向かい、そこに定住を試みた。しかし、先住民と抗争になり3ヶ月後に、タヒチに戻った。ブライが船を追放される際に同行しなかった、者たちを含む16名の反乱者たちは、 イギリス海軍に見つかって裁判にかけられることを恐れ、タヒチに泊まった。バウンティワン。9月にタヒチ島に16人を上陸させた後、クリスチャンと他の8人の乗組員、6人のタヒチ人、男性、及び1人の乳児を持つ女性11人がイギリス海軍から逃れることを期待して、バウンティで出港した。クリスチャンの同行者の1人による記録によると、同行した。 他七人のうち、女性の多くは反乱者たちが出港する際に拉致したものだった。反乱者たちはイギリス海軍を警戒して、フィジーとクック諸島には上陸せずに通過した。1790年1月15日、クリスチャンたちはイギリス海軍の海図には乗っていなかったピトケアン島にたどり着いた。同地に定住することが決定され、家畜やその他の物資がバウンティから降ろされた。 船の発見と仲間の逃亡を防ぐため、1月23日に、バウンティは、現在のバウンティ湾で焼却された。多チ島に残った反乱者と、その同行者16名中14名は、1791年3月23日に、反乱者捕獲のために派遣されたエドワード・エドワーズ、率いるイギリス軍艦、パンドラによって捕獲された。 捕獲された者の,のうち4名が同年8月29日にパンドラがグレートバリアリーフで座礁沈没した際に死亡している。ピトケアン島に隠れた反乱者たちは見つかることなく1808年2月に反乱者の最後の一人となったジョン・アダムズと生き残った多七人女性と子供たちがメイヒュー・ホルガーが指揮するアメリカの捕鯨船トパーズに発見された。 1825年12月25日、艦長フレデリック・ウィリアム・ビーチーの指揮下で探検公開中のイギリスのスループ、ブロッサムがピトケアン島沖に闘病し、19日間停泊した。ビーチは1831年に交換された公開記録にこの時のことを記載しており、ビーチはアダムズと面会し、彼から反乱の詳細を聞き取ったという。 またブロッサムの乗組員だった、ジョン・ビチャー・ベイズも1939年に表した、カイコロク・サーティー、シックス・イヤーズ・オブ・エー、シーフェリング・ライフ・バイアン・オールド・クォーターマスターの中で彼は、バウンティ・ゴーの残骸を見つけて、そこから木片を切り取り、鍵タバコ入れに隠して、土産として持ち帰ったと記している。1957年1月、アメリカの水中写真家、 ルイス・マーデンは1933年に沈没船の火事が発見されたピトケアン島沖合での潜水調査を試みた。島民からは命の危険があるとの警告を受けたが、強いうねりのある海で数日間にわたった。調査の末、マーデンはバウンティの残骸を発見した。マーデンはラダーピン、釘、オール受け、金狂い、そして怒りを引き上げることに成功した。その後、 マーデンは、マーロン・ブランドが1962年に映画、戦艦、バウンティでフレッチャー・クリスチャン役を演じる際のアドバイザーを務めた。彼は回収したバウンティの釘から作成したカフスボタンを修正身につけていたという。現在もバウンティ1の海中には、バラスと石などのバウンティの残骸の一部が現存している。 バウンティの4つの4ポンド法のうちの最後の1つは1998年にジェームズ・クック大学の考古学チームによって引き上げられ、クイーンズランド博物館に送られて40ヶ月にわたって保存のための電解処置を受けた。法はその後ピトケ・アン島に戻され、そこで新しい市民ホールに展示されている。EN ・バウンティ及び EN ・バウンティを 参照九百三十五年の映画、戦艦マウンティ号の反乱が制作された時、小舟はまだ現役で使用されており、映画に登場する、バウンティ号とパンドラ号は既存の船を改造したものが、使用された。二千十二年十月、ハリケーンサンディによって沈没した、バウンティ九百六十年、映画、戦艦マウンティの撮影に使用するため、オリジナルを忠実に再現したレプリカが、 カナダのノバスコシア州ルーネンバーグで建造された。映画の撮影終了後、船は非営利団体 HMS、バウンティー・オーガニゼーション LLC の所有となり、世界各地の港を訪れて、搬送のデモンストレーションを行う一方、船の維持費をまかなうために、有料で乗客を迎えての航海も行っていた。長期航海の際の乗員は全てボランティアで参加していた。 2012年10月29日、航海上を航行中の動船は、ハリケーンサンディと遭遇し、航行不能となったため乗組員は、ノースカロライナ州沖で船を放棄した。アメリカ沿岸警備隊、エリザベスシティ航空基地の記録によると、船は同日の12時45分に沈没し、ロビンボルブリッジ船長を含む乗員2名が行方不明となった。船長は見つからず、 11月2日に死亡推定と宣告された。もう一人の行方不明者クローデン・クリスチャンは沿岸警備隊によって救助されたが心肺停止状態で病院で死亡が確認された。マブ・バウンティモー一席のレプリカは1979年にニュージーランドで建造された。オリジナルの完全再現ではなく、 船体は、鋼鉄で作られたものを木材で覆ったものである。1984年公開の映画、バウンティ、愛と反乱の公開の撮影に使用された後、マブ・バウンティの船名で、シドニーのダーリング・ハーバーを母港とする観光クルーズ船として使用され、2007年10月に、香港の企業集団、HKR ・インターナショナルに売却された。香港では、五木民港と改名され、 ランオジ島ディスカバリー米を拠点に観光や訓練用のチャーター船として使用されていたが2017年8月1日に引退した。HKR 社は船のその後については明らかにしていない。ありがとうございます。